天気になれ。お疲れ様です。今回は一番最初に作った洋風ピクルスのピクルス液の賞味期限を設定したいので、また洋風ピクルスを作ります。今回はごぼうを使って作ります。こちらは中札内産のごぼうです。こちらのごぼうはちょっとお酢を入れて茹でていきます。5分ほど茹でたので火を止めます。それではピクルス液を作っていきます。水を 200cc 入れます。砂糖大さじ5、塩小さじ2入れます。それからローリエが2枚と赤唐辛子が1本とブラックペッパーを20粒入れます。ニンニクを1かけら入れます。火にかけます。調味料が溶けたので火を止めます。穀物酢を 200cc 入れます。これでピクルス液の完成です。はい、それではピクルス液を入れていきます。はい、これで洋風のごぼうピクルスの完成です。